けなくて、白い船見えてこないですよ。暗くない。この来ました。対比の中で形出すんだよね。ネガティブペインティングね。この明るさを、ね、出して。暗さを表現して、逆に明るさを表現する。そうそうそう。ネガティブペインティングというやり方ですね。そうなんです。これを使うんですよ、皆さん。そうです。言って、冬らしくなるわけですよ。そうですね。これやるとさ、買いたくなりますよね。気持ちがいい。Je m'agace pour l'air, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier. Comment ça se va? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Quand on a si? Ah non, non, non. Ah, il m'a dit que tu as 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 dit que教えた方がいいと思う。ね。ほんまな。後ろの白い橋入れた方がいいでしょ。あれが愛の橋だからさ。だいぶブラッシングっていうのを使いますね。なんかキラキラしてる感じしたいんで、なんかね、あ、そうか、そういうことね。欲しいんですよね。うん、ゆったり塗りたくないっていうのが、ちょっと多すぎるかもしれないですけど。おお、これですよ、これですよ。てんてんてんで押さないとやっちゃう。飛ばすの。これなんて言うんですか。
すげえ。タコタコズ。すごいよね。インタコ。あれ。色ついちゃった。ほらち。何にグラデーションしちゃうの？ここにも少しザラザラが欲しい。グラデーション下の方暗くしたから、こっちもやらないとダメじゃないですか。つまり前を暗くすることによって空は暗くなるということにします。この色をね、先生出したわけですよ ね。そして今のレッスンは手前を暗くすると後ろは白くなる対比ですね。あるんですけど、はい、しらちゃけるので少し、少し補正をするんですけど、こんなに明るくなくていいところがあるんですけど、これがあれですね、たまに光ってくれる、この最後の微妙なところが適所に光っちゃう。ここからが結構ね、面白いですね。化粧のあれですよね。昨日言ってたね、変身ですよね。ファンデーションに対するし、プリンティブレージョンカーペなんかあるかなぐらいの意思やん。何かあるなみたいな、うんうん、なんか光ってんのね、程度ですよ。その何がどれがどんなんなのか分かんなくても、うん、別に構わない。そうそう、なんか船がいるみたいだな、うん、でも確かにいるなと。何ですか？